こんにちは、アイディテック EX 山本です。米国サンタクラで開催中のアイディテック先端技術展示会からお届けいたします。本日は東洋坊さんのブースに来ております。まず、ベストブース賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか？いやもうこのまだね2回目の出展なんですけど、こんなに大変名誉ある賞をいただいて本当に光栄に思っています。ありがとうございます。はい、先ほどブースを拝見しましたけど、はい、非常にあの音楽も流れて商品の説明も非常に美しくて良かったですね。はい、今回は今までの東洋坊らしさというのをなくして全く違うやり方を変えてやった成果かなと思ってます。あ、そうですか。はい、本当に良かったですね。はい、ありがとうございます。で、今回発表されました、はい、ゼノマックスの技術についてちょっとご紹介していただけますか？はい、ゼノマックス、ゼノマックスというのはですね、世界最高レベルの耐熱性を持つ新しいポリミドフィルムです。で、ガラスと同じ寸法安定性を持って、さらに薄い、軽い、曲がる、割れない、この4つの、特徴を生かして、このようなフレキシブルな電子ペーパーや、あと有機 EL ディスプレイ、それから次世代のディスプレイといったマイクロ LED というところに今展開を図っているところです。あ、そうですか。今回は新しい技術をもうアメリカまで持ってこられまして、はい、実際アメリカの方たち見ていただいて、はい、反応とかいかがですか？非常にいい反応を皆さんいただきました。私プレゼンテーションをさせていただいたんですけど、そのプレゼンを聞いてこちらのブースに来ていただいたお客さんもいらっしゃいましたし、はい、まあ、いくつか今後の仕事ビジネスにつながるようなお話もいただいてますので、非常にいい反応が得られたと思っています。あ、はい、ありがとうございます。ベストアウトショーともども、はい、お客さんたくさん来られて、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。またゼノマックスに限らずですね、東洋坊に関して質問等あればいつでも私たち気軽にお問い合わせいただければと思います。ありがとうございます。じゃあ本日は東洋坊さんのブースからお届けいたしました。